どうも、転職さんです。ダイエットの低体期の人に指導しています。医学部卒の管理栄養士です。今日は国産レモンで蜂蜜レモンを作ります。蜂蜜は糖分が多いので、ダイエット中は避ける方が多いと思います。しかし実際には蜂蜜には高いダイエット効果があります。特に蜂蜜とレモンは相性が良くて、以前と同じ量しか食べていないのに太ってきた、気づいたら甘いものを食べてしまうという方には有効になります。レモンの種は渋みの原因になるので取り除いてください。容器にレモンを3枚入れます。そこに蜂蜜を入れます。これを何回も何回も繰り返してください。丁寧に丁寧に作ります。料理には作る人の気が入りますからね。最後にレモンのヘタの部分で押し込みます。蜂蜜で急激に血糖値が上がることはありません。むしろ低血糖を予防する効果があります。それで食欲が安定してカロリーコントロールできたり、脂肪の代謝を助けて消費しやすくなります。それで痩せやすくなるんですね。一晩常温で置きます。その後冷蔵庫で 2,3 日寝かせたら完成です。はい、完成です。年齢とともに痩せにくくなった人、痩せてる実感がなくて困っている方はぜひお試しください。レモンの良い香り、蜂蜜が染み込んで美味しいです。それではチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。